いらっしゃいませ。読書書友のライブラリーチャンネルへようこそ。皆さんは大河ドラマって見ていますか？私は結構前からずっと大河ドラマ追いかけているんですけれども、主に平安時代から江戸時代末期ぐらいのものはほとんど見ておりますので、もちろん今回の光る君へも見させていただいてるんですが、何分大河ドラマって週に1回じゃないですか。平安時代熱が今再熱していて、平安時代にどっぷり毎日使っていたいなって私は今思っているので、図書館で平安時代を舞台にした小説、しかも今の光る君へに関係する人たちが出てくる小説を3冊借りて読んだので、こちらを今回ご紹介したいと思います。ぜひ大河ドラマ見てる方、それから平安時代って結局どんな時代なの、清少納言や紫式部ってどんな人だったのって気になる方、またその2人が仕えた藤原の定子、そして彰子ってどんな人だったの、こういうの気になっている方、それから、時代小説や歴史小説あんまり興味がないという方でも楽しめる小説もありますので、ぜひ最後までご覧ください。1冊目はこちらです。砂子の中より青き草、宮城彩子さんの作品です。こちら主人公は清少納言、名前を亡き子と言われています。大河の方では桔梗と呼ばれていますよね。当時の女性たちの名前っていうのはどこにも基本的に記されていないことが多くって、陽炎日記を記した女性であれば藤原の道綱の母とか、そんな感じでなんとかの母とかなんとかの娘みたいな感じで書かれるので、この名前っていうのは仮にこういうふうに名付けますっていうことが多いようです。この主人公の亡き子はある時お父さんを亡くして、そして旦那さんとも離婚をしてしまうんですね。離婚した後お子さんたちは全て旦那さんの家が養育するという形をとってしまったので、彼女は何の後ろ盾もない状態になってしまいました。それを心配した元夫が、亡き子に宮遣いの仕事を紹介してくれるんです。その使えることになったのがなんと内裏、つまり天皇の奥さんのところでお仕事をするという仕事でした。亡き子は当時でいうところのかなり年配と言われる部類に入っていたので、かなり年若い女房たち、つまり宮遣いをする女性たちがたくさんいて、かなり気後れをしてしまうんですね。それでも中宮定子様、藤原の定子はすごく彼女のことを気に入って自分のそばに置くようになります。定子のそばに、一番そばにいた彰宗の君という女性がいるのですが、その方と2人でですね、この定子様を支えて盛り立てていくような役割を担うようになるんです。しかしこの定子様のお父さんが亡くなり、そして兄弟の不祥事によって、この定子様や亡き子たちはどん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 追い詰められていってしまうんです。こちらの作品はどちらかというと本当にザ小説という感じの書きぶりだったので、平安時代が初心者という方でも非常に読みやすいんじゃないかなと思いました。清少納言が書いた枕草子、そこに入れた嘘と真実、そしてその理由っていうのがどん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 明らかになっていく、そして彼女と定子様との絆っていうのがどんどん深くなっていく、
感動の物語になっています。こちらの作品、最後の方に代理兵士たちが住んでいた場所の説明や、それから用語の説明なんかも書いてあるので、なかなか読み進めるの難しい、言葉が難しいという人にも読みやすいんじゃないかなと思います。2作目、花と夢、産方藤さんの作品です。こちらも主人公は清少納言、ただしこちらは清少納言がまだ最初の夫と結婚しているところから、宮遣いをするはるか前から物語が始まるので、本当に清少納言の一生を追うような形のお話になっていました。当時28歳で17歳の亭主に仕えることになった清少納言は、かなりこの17歳、そしてその周りにいるきらびやかな女性たちにすごく気後れをして、私なんかって言って控えめに控えめにしているんですね。でもその控えめさを逆にからかわれてしまったり、なのでこの中では清少納言は数々のあだ名をつけられてしまうんです。そしてそのあだ名も自分には仕方ないことだって諦めるところが、なんだか大河ドラマで描かれている清少納言とは好対照で面白かったなと思いました。こちらはこっちの宮城さんの作品とはまたちょっと間違っていて、どちらかというと歴史小説、歴史に基づいているっていう形だなって私は個人的に思いました。結構和歌なんかもたくさん出てくるので、百人一首とか和歌とか好きな人にも読んでほしい作品だなと思います。最後の作品はこちらです。月と日の妃、こちらも産方藤さんの作品です。こちらは今大河ドラマで主役になっている紫式部のゆくゆくは主となる藤原の彰子が主人公です。先ほど紹介した藤原の定子がどん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 地位が下がっていく、そこに藤原の道長の娘の彰子が天皇の妃として、代理に上がってくるんですね。そこから物語が始まります。わずか12歳という若さで一条天皇の奥さんになり、その後中宮様と呼ばれる身分になり、最終的には国母と言われる天皇の母として君臨するまでの苦労や心の葛藤、そして人々との交流を描いた物語になっています。もちろん紫式部との掛け合いややり取りの話なんかも出ていますし、お父さんである道長との関係性、そして頼光との関係性なんかも書いてあります。この本によると、中宮彰子、藤原の彰子は6代もの天皇を見届けて亡くなったそうです。かなりこれ分厚いんですけれども、文庫版だと上下巻に分かれるほどの分厚さなんですけれども、彼女の一生をずっと追いかけているような感覚になれて面白い物語だなと思って読みました。大河ドラマの先の部分をずっとこう書かれているので、いい予習になったなと思います。平安時代っていうのは貴族が自分の日記に書いたことや記録として残させたものしか記録が残っていないですし、特に女性は名前すらも残っていない、書いたものが残ってるっていうのがなかなか稀だったんです。その中で想像力を膨らませてこうだったんじゃないかって書かれている小説っていうのは本当に面白いなと改めて感じました。皆さんも時代小説や歴史小説だからっていうので敬遠せずに、こうだったんじゃないか、こうだったかもしれないって思いながら読んでみていただけると
読書の幅や教養の幅が広がっていいんじゃないかなと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。これからも面白い本の情報や読書に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録お忘れなくしておいてください。またコメントや高評価ボタンもしてくださると励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。